うも大瀬明葉でございます。いつもありがとうございます。さあということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと幸いです。はい、ということでですね、今日の動画はもうかなり、特別というかめちゃくちゃ魂込めてお届けしたい、そんなね動画になっております。今回はですね、とある一冊、こちらを徹底解説しようという、まあ、そんなですね、企画になっております。僕にとっても、まあ、ほんと見てくださってる皆さんにとってもそうかもしれないですし、まあ、いろんな方がもうかなり影響を受けたというような、まあ、本当に僕にとってのバイブルですね。まあ、僕がこういうですね、まあ、音楽をやったりとか、ね、こう自分の生き方ですよね。すべてがもうガラリと変わったのが、僕が高校生の頃に読んだ、こちら、矢沢永吉さんの成り上がりでございます。はい、これはもう僕の本当にバイブルですし、もう本当にね、すごく大事にしてる、本当に僕の人生を変えた一冊なんですよね。まあ本当に今まで僕結構本好きだから、いろんなね本と出会ってきました。まあそれこそ自己啓発本とか、それこそビジネス書、小説、もういろんな本と出会ってきました。だけどやっぱりですね、この成り上がりだけがもう僕にとって一番の本なんですよね。こんなに心が震えて、こんなに熱くなって、こんなに涙が出てきて、こんなに震え上がる本はもう今まで出会ったことがないんですよね。まあ、とにかく僕はこの矢沢永吉さんの成り上がり、この本に支えられてきた人生だったんですね。で、まあ、最近ね、僕もまあなんかいろいろこうくよくよしてた、時期であったんですよ。落ち込んだりとかしててね、なんかいろいろあったんですけども、でしばらくねこの本封印してたというか、何年か前に読んでからね、まあ何回も読み直してるんですけど、まあ2年ぐらいのブランクが空いたんですね。それで久しぶりにね、こう自分を奮い立たせるつもりでこう読んだらね、もう止まらないんですよね。まあとにかくこの本、また僕救われたっていう感じで、で今ね YouTube やってるということでね、2年前は YouTube やってなかったってことは、この YouTube で徹底的にこの成り上がり、これを解説しようじゃないか。成り上がりを解説するというよりかは、もう矢沢永吉さんの人生、そして熱い言葉たち、それを皆さんにお届けしようじゃないかということで、今回気合がかなり入ってます。はい、本当にこの成り上がりね、まあ読んだことあるよという方もね、一回これ思い出してもいただきたいですし、ね、まだ読んだことないという方はぜひこれ読んでほしいんですよね。ぜひ読んでほしいというか、まあミュージシャンを目指してるとかね、それこそ何かこうものづくり、何かトップに上がりたいとか、まあそういった人たちにはもうもちろん読んでほしいですし、そうじゃなくても人生を変えたいとかね、なんか今のままでいいのか、生きてるこの人生一生かけて何かやり遂げたいとか、幸せになりたいんだ、まあ本当にこれ全人類がとにかくまあ心刺さる本になってますんで、ぜひこちらだけは読んでいただきたいわけですよね。で、僕もこれ最近ね、まあ落ち込んでて読み直した時に、まあなんかくよくよする時期ってね、人間あるじゃないですか。でもね、そんな時にこれを読むことによって、この心がリラックスできるとか、くよくよしてたのが忘れられるとか、そういった次元じゃないですよね。まあとにかくもうくよくよして落ち込んでいた時にこれを読むと、いやもう落ち込んでる場合じゃないよな、俺やってねえじゃん何も、いやまだまだだろみたいなね、 A ちゃんこんなに頑張ってんのに、なんで俺はまだこんなにできてないんだっていうか、俺まだまだやれるよなって、改めてこう道を再確認できるっていう本なんですよね。まあ凄まじいエネルギーなんですよ。まあとにかく僕のこのですね、この成り上がりに込めるこの思いとか、成り上がりによって救われたこの思いっていうのは、もう語っても語り尽くせないね節がありますので、まあ今回はですね、こちらのね矢沢さん成り上がり、これをですね徹底的に皆さんに解説しようということでございます。はい、ということでですね、まあ、今回はこの成り上がりの、まあ、矢沢永吉さんの人生を皆さんと一緒にこう紐解いていくっていうところで、本をね紹介したいと思います。で、特にこの成り上がり、僕的に結構読んでほしいのは、もちろん最初の方はですね、まあ、矢沢永吉さんの生い立ちから、そこからまあね上京して、そこからまあねデビューしてっていう、そういった一連の流れを語っているところなんですね。今回はその流れを紹介したいなと思うんですけども、やっぱ特にこの後半のですね、まあ音楽業界とか自分のやりたいこう道をねやっていくためには、なんかこう安住しちゃいけないっていうことであったりとか、まあ常に目的を見失っちゃいけないっていう、結構名言とか矢沢永吉さんの熱い言葉が結構後半に描かれるんですよね。キャロルが解散して、そこからまあ矢沢永吉というソロとして活動していくという、そのフェーズに入るときにものすごい熱い言葉が描かれてたりするんです。まあそれまでにもいっぱい熱い言葉あるんですけども、特にやっぱ僕は後半がね大事だと思うので、後半の
の内容はそんなに触れないようにします。後半はぜひ皆さん買っていただいて、後半のね、内容をね、熟知していただければなというふうに思うんで、で、今回はとにかく生まれた時から、成り上がっていく、その過程をですね、私、紹介していこうと思います。まあ、とにかくですね、この動画ぜひね、最後まで見ていただきたい。壮絶なやっぱ人生なんですよ、矢沢永吉さんの人生。この壮絶さというものがわかる。そしてそんな壮絶な人生にも負けずに、とにかく目的を見失わずに、ビッグになるということだけを追いかけて、それだけ自分に愚直に戦ってきた一人の男のストーリーとして見ていただきたい。ということでやっていこうと思います。まあ、とにかくこの本ね、めちゃくちゃ読みやすいんですよ。っていうのも、矢沢永吉さんの基本的に語り口調で描かれてるわけですよね。まあ、自伝的小説でございますけども、ね、激論集なんて書いてますけど、まあ、本当に矢沢永吉さんのもうまさに喋ってるかのような感じですよね。よく矢沢永吉さんのインタビューとか名言のね、YouTube にあったりしますけども、まあ、あんな感じですよね。矢沢永吉さんのもうその今までの生い立ちの中でこういうことがあって、こんなことがあって、俺はこう思ったんだ、俺はねっていうね。で、しかもね、そうなんか、こう、自分のこう、生い立ちを語る上で、やっぱりどっかね、かっこつけたいみたいなのあるじゃないですか。ね、俺はこういうことでね、こう頑張ってきたみたいな。ただ矢沢永吉さんっていうのは、そうじゃないんです。もうとにかく、いいことも悪いことも全て正直に、矢沢永吉さんのもう言葉で描かれてる。だからこそ、ものすごい人に刺さるわけですよね。はい、ということで、前置きがかなり長くなってしまいましたけども、矢沢永吉さん紹介したいと思います。成り上がり、ぜひ皆さん楽しみにしてください。ということで、成り上がりでございますけども、まずこの本最初好き、最初の言葉がいいんですよね。やっぱり名著ってね、最初の言葉がかなり痺れますよね。成り上がり、大好きだね。この言葉、快感で鳥肌が立つよってね、そんな言葉から始まるんですよね。何もかもが確立されきったような世の中でせめてやってみろって言いたいよねっていうことなんですよね。まあ、成り上がり、すっごい痺れる言葉ですよね。やっぱりこう、矢沢永吉さんもそうですけども、今から紹介するもう壮絶な人生があったからこそ、どんなにね、こう、打ちのめされても成り上がってやるんだって、その言葉に痺れてる。まあ、そのね、熱い言葉から始まるわけですよね。そしてこの本ではですね、俺のふるさとは広島じゃないんだと、広島は俺のふるさとじゃないということがはっきり描かれるんですね。俺の故郷は横浜だと、俺は矢沢家というものではなくて、俺矢沢永吉一代目から横浜でスタートしたっていうことを描かれてるんです。矢沢永吉さんはまあ広島で生まれるんですよね。父親はですね、まあ奥さんがいたんですけども、その奥さんが広島原発があったわけですよね、広島では。で、その奥さんいたんですけど、その奥さんいなくなってしまって、新しい奥さんとの間にできた子が矢沢永吉さんということなんですよね。そしてですね、矢沢永吉さんが3歳の頃にその母親がですね、逃げるというね、そんな人生から始まるんですよ。だからもう3歳の頃だから、もう本当にもうね、その何もかもわかんない時期に母親がどっか行っちゃうっていうね。で、父親だけが残る。で、その父親も小2の時に亡くなるというね、そんな壮絶なね、生い立ちから始まるんですよ。だからこそ、その矢沢永吉さんって親戚たらい回しにされたりとかして、まあおばあちゃんの元で育ったり、そんな時期だったんですよね。で、まあとにかくまあ貧乏だったということなんですよ。まあとにかく貧しかったんですよね。親戚たらい回しにされるのもあるしね、おばあちゃんに育てられる、まあ当時やっぱりね、お金がないという、まあそんな時期でかなり貧乏だった。で、いつも貧しくて、いつもなんでなんでなんでっていうことばっかり考えてた、少年だったらしいんですよ。いつもなんで俺はこんなに腹すかさなきゃいけないんだとか、いつも授業参観日になればですね、まあその同級生はみんなお父さんお母さん来てくれるのに、なんで俺は誰も来てくれないんだとかね、まあとにかくもう面白くないとか、もうなんでいつも俺はこうなんだっていうことばっかり思ってたらしいんですよね。親戚にね、たらい回しにされてもね、で、親戚もかなり冷たかったとね。なんかその機嫌がいい時はね、ね、永吉おいでおいでとか言うけどもね、機嫌がね悪い時になると、なんで俺が預かんなきゃいけないんだみたいな、そういった親戚のまあ冷たさなんかもね、小さいながら感じてたらしいんですよね。で、いつも面白くない面白くないってね、おばあちゃんに言ってたらしいんですよ。そしたらばあちゃんがね、いつも面白くないって言ってて、あ、そうみたいなね、じゃあ面白いことやればいいじゃんみたいなね。まあとにかくおばあちゃんもね、結構ね、あの芯がずぶとい人ですからね、結構そういうね、矢沢永吉さんのこう面白くないっていうのをね、ちゃんと跳ねのけてね、なんか強く生きろみたいな、そういったメッセージをね、投げかけていたような、まあとにかく強いおばあちゃんだったんですね。でね、矢沢永吉さんはこのおばあちゃんのことをね、まあ本当に女の鏡だという風にね、言ってるんですけども、まさにそういったおばあちゃんに育てられるわけですよね。で、ある時ですね、矢沢永吉さんがね、小学生の頃にね、今日誕生日だということでね、おばあちゃんに
俺今日誕生日なんだよって言ったらしいんですよね。そしたらですね、まあ普通の親とかね、普通のおばあちゃんだったら、おめでとう、じゃあ欲しいもの買ってあげるよみたいな流れになると思うんですけども、いや、それがどうしたと。ね、ばあちゃんがね、それがどうしたということで、めちゃくちゃ冷たい。ね、そんな子供にそんなこと言うかみたいなね。で、まあとにかくね、まあそれがどうしたって言ったけど、なんだかんだ言っていつもね、なんか卵をね、ご飯にね、あったらしいんですけども、その卵を2つにしてくれたっていうね、そういうようなね、まあそういう優しさなんかはあったらしいんですけども、まあ普通にね、貧しかったから食べるのもね、20円のお好み焼きとかね、そういった生活だったんですよね。ですね、まあ小学校5年生の頃に、まあ近所のですね、まあそのね、人のね、まあそのお掃除のね、お手伝いということで初めて仕事をするということなんですよね。まあとにかくなんか自分でも小学生ながらとにかく金が欲しいと思ってたんですよね。とにかくもうこんな貧乏で腹が空いてね、食べれないって、もうとにかくそれが嫌だったから、とにかく貧しかったから、自分で働かなきゃってね、思って自分で働いて飯いっぱい食いたいってそういう風に思ってた。でも小学生ですよ。小学生でそんな思う人いるかってことなんですよね。矢沢永吉さんも本人もこの本で言ってます。かなり異常だよと。ね、小学生でこんなこと考えてるなんてかなり異常だよみたいな感じなんですよね。いやまあ、その矢沢永吉さんこの本で語ってますけども、こんなにも悲しいような貧乏で貧しい生活だけども、ね、ばあちゃんもね、悲しみのヒーローではあったけど、いじけのヒーローにはなりたくなかったということを言ってるんですよね。まあ、こんだけ貧しい経験をしてかなり恵まれない環境で育っていると、まあ、どっちかですよね。正当な道で成り上がるか、それともこう悪に転じるかみたいなところで、だけど俺はいじけたくない、だから俺は悪の道には走りたくなかったっていうね、そういう心だけはね、小さいながら持ってたらしいんですよね。やっぱりそういうね、真っ当な道で見返すしかないとかね、将来こういう風にね、成り上がっていくしかないっていうのを小学生ながら感じてたっていうのがすごいですよね。普通ですね、親とか先生とかにね、うん、将来はね、今こんな大変だけども、将来はあなたはビッグになりなさいって普通親とかから言われるとかね、大人から言われるっていうのはわかるんですけど、矢沢永吉さんは自分でそれを肌で感じてたということなんですよね。ここでね、すごい熱い言葉があるんですよ。とにかく金が欲しかったんだということですよね。大体のものはもう金で買えるんだっていうふうに思ってたらしいんですよ。もうとにかく金なんだと。ね。まあ金持ちになりたいと、もうこの頃から思っていたと。で、女とか愛とか正義なんかもね、金で買えないとか言うやついるけども、そういうやつにはとにかく腹が立つんだと。もうとにかく金で買えないものなんてねえだろと。ね。カラーテレビ金で買ってね。1万台ぐらい家にカラーテレビ買ってね、金さえあればいいね。それを毎日一個ずつバットでぶっ壊していくことができるんだと。ね、そんぐらい金っていうのはね、威力があるもんだって。まあ、とにかくね、まあ、とにかく金が欲しいと思ってた時期なんですよね。でもね、本当はやっぱり悲しかったらしいんですよね。やっぱこう金、ね、金だっていうことが、もちろん金で買えないことはない。今ね、奥さんもね、金で買ったわけではない、決してというね。だけどやっぱりこう金、金、金っていうそういった認識にさせたのは、まあ、その周りの環境もあっただろうし、まあ、貧しかった環境もあっただろうし、そういった少年の矢沢永吉さんにね、とにかく芽生えたような、まあ、野心のようなものだったということなんですよね。はい。そしてですね、まあ、常に妄想してたらしいんですよね。なんかやっぱりこうね、なんかこう学校とかでもね、お迎えに来てくれるとか、そういったこうなんか、自分がこう学校の中でもすごいお金を持っていて、裕福な暮らしをしていて、お父さんお母さんがいて、あったかい家庭があってね、裕福な感じがあるってことを常に妄想していた。なぜならそうじゃないから、自分はってことでね。すごい面白いエピソードがあって、あるですね、クリスマスイブの日にね、お金持ちの子供がいたんですって。で、その人がね、まあ、デコレーションケーキをね、用意してたらしいんですよね。で、矢沢永吉さんがね、うん、なその人を見てね、わ、ケーキだと。ね、うちではこんなの食べれないよなと思って、で、そのね、金持ちのね、悪いやつなんですね。そいつがね、お前のね、おい、矢沢と、お前の家ではこんなケーキ食べれねえだろう、みたいなね、こと言ってね、うん、貧乏だからね。で、お前これ舐めたいかって、矢沢永吉さんはね、もう舐めたい舐めたいってね、もうこんな食べたことないからね、舐めてみたいよって言ったらね、そうか、舐めたいのか、つってね、うん、わかったよ、舐めたいんだな、つってこうね、ケーキをちぎってですね、それを顔にバーンと投げつけられたっていうことなんですよね。で、こんなに屈辱的な体験はないですよね。いくら小学生だからと言っても、普通こんなことされたら僕ふざけんなってこう殴りかかりますよ。だけど、矢沢永吉さんはね、決してそうしなかったんですね。早くそいつ行ってくんないかな、って言ったらね、そしたら早くこのね、顔についたケーキ舐められるのにな、こんな悲しい壮絶な、幼少期だったんですよね。もうだからケーキ落ちて欲しくないなってね、舐められるのに早く行ってくんないかな、
こんな壮絶な人生だったんですよね。この時からまあとにかく成り上がらなければいけないな、とにかく金が欲しいねって思ってたらしいんですよ。でね、まあ本当に裕福な人たちがいてね、でとある時にね、またこれ時系列ずれますけどね、キャロルなんかでね、まあ売れた時にね、矢沢永吉さんのところにね、楽屋に挨拶に来たね、まあ当時のね友達がいたんですって。でその当時はまあそいつすごいお金持ちでね、絶対負けるもんかって矢沢さん思ってたんですけども、そいつがね楽屋に来てね、あえてこう知らんぷりしたらしいんですって。こうね、あれどちら様でしたっけみたいな感じでね、もう矢沢っていうのがね名前世の中に流し入れてる時期ですよね。それでね、まあ、こういうことやってるんだよみたいな、頑張ってねつってね、まあすごいね、その時はね勝ったと思ってね、小学生の時の屈辱的なああいったケーキ投げつけられたとか、金持ちの人見て悔しかったこの思いが、やっとこう自分がビッグになって成り上がることによって、勝ったと思った。だけどやっぱりね、なんかそれをね寂しいなっていうね、なんか虚しさみたいなのがあったらしいんですよね。なんかそいつの背中というかね、楽屋に来たそのね元金持ちの、背中がすごく寂しく見えたということなんですよね。でとにかくこう勝ったって思ったけども、その勝ったって気持ちが俺をどんどん孤独にするのかっていうことで、ちょっとね、悲しくなったという感じだったらしいんですよね。まあとにかくそういった幼少期だったということなんですよ。はい。そして中学に上がるとですね、まあとにかく悪だったらしいんですよね。めちゃくちゃにしてた、もう暴力教室みたいな感じでね、まあとにかくこう悪だったらしいんですよね。悪い連中とつるんでね、やってたとバカ騒ぎしてた。でもね、初恋に芽生えたらしいんですよね。うん、なんかあのすごいね、あのもうすごい惚れた子がいたらしくてね、でそこですごいねこう真面目になったらしいんですよね。初恋の人がいるから、その人に見られてる時だけは悪い矢沢じゃなくて、なんかちょっとこう澄ました感じのいい矢沢になりたかったっていうね。まあとにかく喋るのももうしどろもどろだったらしいんですよね。とにかく あ初めましてみたいな、そういう、初恋の時期なんかがあってですね、ある時ですね、クラスの中でこう手紙を回すみたいなのあったらしいじゃないですか。で矢沢がこうね、なんか惚れてるっていうのがこうクラス中でなんとなくこう知れ渡ってたから、その惚れてた女の子が手紙書いてこうクラスでこう回して、その手紙がね届いたらね、矢沢くん真面目になってっていうことが書いてあったらしいんですよ。だから好きだった子にそんなこと言われたもんだから、矢沢さんもそれからもう喧嘩とかね、そういった悪い道っていうのをピタッとやめたって、そういうね、ことがあったらしいんですよね。もう好きだったことはですね、まあ横浜にね、この後ですね、まああの上京した時にまでもこう文通を続けてたらしいんですよね。ずっと文通をしていて、高校生なんかの時からずっと文通続けててね、それで急にですね、なんか横浜にいる時に急に来なくなったらしいんですよね、その文通がね。そしたらなんかね、あの今お付き合いしてる人がいるのっていうね、ことでね、ねその子はまあ広島にね、その大学生としてねなってたらしいんですけども、矢沢さんはねまあ横浜に行ってるわけですから、それでね、横浜と広島じゃ距離が遠いわなんつってね、んでね、まあそれですごくあなたの成功をお祈りしてますっていう手紙が、来たらしいんですよね。まあそれぐらい長い間お付き合いした初恋の子だったということなんですよね。でまあこの手紙が来てね、俺は振られたんだっていうね、でそれで俺は絶対ビッグになるっていう風に思ったらしいんですよね。はい。それでですね、まあ高校生になってるね、それとまあバイトなんかも結構いろいろねやってたらしいんですよね。まあとにかくいろんなバイトやって金稼いでたっていうことなんですよね。でまあね、矢沢さんが音楽に目覚めたのがまあエレキブームだったっていう、まあそういった、時代背景なんかもあって、まあそれこそビートルズとかね、すごい有名だったわけですよね。で特にやっぱベンチャーズがねすごいブームだった、人気だったということでですね、まあその友人、まあ、ギターを持ってるやつがいて、そいつん家に入り浸っていて、エレキコンテストっていうねなんかやつをこう学校サボって見に行ったりとかしてて、めちゃくちゃそのギターとかまあ音楽っていうものにここでドハマりするのが、この時期なんですね。でもうねそのすごいのがねですね、もう音楽にこうハマったらですね、まあ普通の人たちはこうギターね軽くなんか休日に練習したりとか、そういうことじゃなくて、もうとにかくハマり方が異常だったということなんです。もうハマり方が異常で、もう友達ん家にギターをねこうね触りに行ってるこの時期からもう曲なんかを作ってたっていうね、まあ、異常なほどハマってたっていうね。これでもうとにかくもうねハマりにハマりまくって、そのギターのこの楽天っていうんですか、こう楽譜とか、そういうのを買ったりとか、あとまあその発声をですね、こうバイトとかの休憩中にこう自分で発声の練習する、歌の練習をする、まあそんなこともやってたんですよね。もうとにかくここで音楽にめちゃくちゃ、ハマったわけらしいんですよね。はい。ということでこっからね、俺はですねこういう音楽で成り上がろうって、まあそこで目覚めるわけですよね。もともとですねその板金屋というところでですね、まあ板金屋で、の親分としてですね仕事はね
しようと思ってたらしいんですけども、ただ、ね、やっぱりこう音楽に出会ってしまった、ビートルズ、ベンチャーズに出会ってしまった、ね、だから板金屋とビートルズとベンチャーズつったらやっぱビートルズ、ベンチャーズ、ギターへ行こうということで、そっちに決めたということなんですよね。それでまあスーパースターになると決めたわけなんですよね。で、こうスーパースターにこうなるって決めたらね、今までこうバイトね、大変だったのがもう全然辛くもなくなってきたらしいんですよね。まあとにかくこう自分の人生を映画でも見てるような、まあそういうちょっと自己陶酔のですね、才能があったということをですね、まあこの本の中でも言ってるんですけども、まあとにかくですね、まあ俺はスーパースターになるんだってもう高校生の頃からずーっと思ってたらしくて、それでですね、まあ音楽があってよかったなとね、ある意味ね、ある意味俺はこれを自殺だというふうに言ってるっていうふうに言ってるんですよね。もう俺はある意味こうね、違う自分になり変わるとか、違う国に行きたいっていう、まあそこが目覚めてたんですよね。だからこのね、広島というところ、そんなところとはもう決別して、俺は新しいところで、新しい自分に生まれ変わるんだ。それが広島との決別であり、もう自分は自殺すると、そういったことなんですよね。ある意味こう自殺してしまう子供が増えてるってニュースあるけども、それって今いる苦痛の場所から抜け出して、安らかな国に行きたいからでしょみたいなこと言ってて、俺もある意味その時は自殺だったんだと。苦しい今のこの広島という状況から抜け出して、俺も新しくて成り上がっていくんだと、そういうところが描かれてるわけなんですね。それでそれをきっかけに東京行きを目指すわけなんですよね。はい、ということで東京に行く前に盲腸になるんですよね。盲腸になってめちゃくちゃ痛い時期が続くんですけども、それでまあその痛い時期で入院してですね、その入院して退院するのが卒業式当日ということでですね、とにかくまあそのね、まず東京に出るのはもう決まってたから、とにかくこの広島でこの盲腸だけは治さないと、そうじゃなきゃ戦闘体制に、備えなければみたいなね、東京に行くための、戦闘体制整えなければということで東京行きをね目指すわけでございます。そしてね、まあ卒業式当日に退院して、その時に教室で卒業証書をもらうということなんですね。そして、東京に行くわけですね。真夜中2時半の夜汽車に乗っていくということなんですよね。18時間の長旅ということらしいんですよね。でね、まあその親戚にもね言ったらしいんですよね。俺は今回東京に行くんだと、これからこういうことやっていくために東京に出ますって言って、親戚中にね言ったらですね、やっぱ親戚冷たいんですね。あ、そうなの、気ぃつけてなみたいな感じなんですよね。まあとにかくこれ悔しかったでしょうね。今に覚えとけと、俺は絶対成り上がってやるんだって、そんな気持ちでね東京に行ったんですね。そしてですね、まあね、お金5万円ぐらいをですね持って行ったわけなんですよね。ばあちゃんから2万、もらってですね、この5万で行くということなんですよ。この5万っていうのがかなりね重みがあるわけですよね。この5万を大事に大事にして、この5万で俺は行くんだって。普通ね、東京に行くって言ったら誰か当てがあるわけですよね。まあその友人がいるとか親戚がいる、先輩がいるってなるけども、そうじゃないんですよね。もう決死の覚悟でもう俺は東京に行くって、そこの行動力なんですよね。まずここから矢沢永吉さんのまあ人生っていうか、ビッグになる一つのですね行動だったと思いますよね。まあよくこれ有名な話ですよね。容疑者に揺られてね、お尻が痛くなって横浜で下車したっていうね、リバプール、ビートルズのリバプールなんていうことで、港町っていうことでね、名高かった横浜、ここでね、始まったっていうのが矢沢のね、一つの物語だなんてよくね言いますけども、まさにこの運命との出会いがですね、この18時間の長旅から始まったわけですね。それでまあ横浜で途中下車して、そっから横須賀に行ったらしいんですよね。で横須賀行ったら米軍基地なんか回ってね歌おうかなって思ってたけども、あっさり断られてしまう。まあとにかくですね、もう寝るとこも探せないというかっていうことでですね、まあ伊勢崎町の あるですね、まあその辺のこうね駐車してるこうトラックっていうか車の中でこう寝てね、まあとにかくもう当てもないからね、どうしようって感じですよ。もうその時点で僕はもう実家帰りたくなりますけどね。そんなことがあったらもうね、もうっていうか、まあそもそも行かないような、知り合いがいないのにっていうね。今ほどこんなスマホとかない時代ですからね、誰とも連絡も取れないところで未知の領域ですよね。あ、矢沢さんも言ってました、もう海外に行くかのような感じだっていうことでね、横浜に行って、それで家もなくて泊まるとこもないんで、とにかくもうこれはもうね、とにかく住む場所を見つけなきゃっていうところで、伊勢崎町のあるですね、ところをブラブラしてたら、このボーイモトムっていうね、そのなんか住み込みのねバイトのですね、張り紙があったらしくて、そこでね働き始めるわけですよね。ここがまあかなり最低だったらしいんですよね。タコ部屋みたいなところでね住み込みで、まあとにかく安い給料で重労働っていうね。でみんなこう逃げてくんですって。もうとにかくきついからね。でもね、もう矢沢さんはもう逃げてる場合でもないもん。でも今住む場所がここしかないから、逃げてる場合なんかじゃないってことでね、うん、まあ、とにかくもう汚いこうゲロとかも洗ったりとか
してね、そういう重労働だったらしいんですよね。うん、そしてこうバイトで結構ね逃げずにやってたらですね、社長というかそのオーナーの方がもうお前がよくやるなっていうことを認めてくれたらしくて、バイトも頑張っていったらしいんですよね。でここでですね、矢沢さんは一つ気づくんですよね。あれ、まあ、こんだけ今バイト頑張ってるけど、俺って何しに横浜にいるんだ？ん？シンガーだろ、忘れるな俺ね、俺は忘れるな、俺シンガーだろってことで、俺はこのままじゃダメだってことに気づくんですよね。でやっぱりですね、この目的意識っていうのが矢沢さんすごくて、これまでもそういう節いっぱいあったんですよ。バイトとかね、俺は何のためにここで何かをやってるんだ、いや俺はビッグになるためだろ、アーティストとしてビッグになるためにここでやってるんだよってことを、これからもどんどん気づいていくわけなんですよね。でここでもそれを気づくということですね。そしてですね、まあ半年間ですね、まあ逃げずにですね、一応バイトはやり通したらしいんですよね。それでですね、まあその気づいてですね、そのね、アーティストなんだってことにね、俺はね、何のために横浜にいるのか、俺はビッグになるためだってことで、とにかくですね、そのね、バイトしてたお店のところでもお客さんとかにね、俺はバンドやりたいからいいバンドいたら教えてくれって、まあとにかく声かけまくってたらしいんですよね。でその時からね、まあもうね、曲も作り始めてたらしくて、まあそれこそ I Love You OK とか、この後キャロルのファンキーモンキーベベルイジアナヘイタクシーなんとかもね、もうできてたらしいんですよね。はい。そしてですね、まあある時ですね、そうだデモテープね、こんだけ曲作ってるからデモテープ持ってこうということでですね、まあ東芝 EMI にね、まあビートルズのね、が曲出してたとこだから東芝 EMI にとにかく持ってったらしいんですよね、自分のデモテープをね。はい。でまあそのディレクターが来るから待っててくださいって受付で言われて、あディレクターすごいな、俺もこういう業界に来たんだな、ディレクターかみたいなね。そしてまあスタジオ来なさいって言われて、スタジオうわ初めてだよみたいな、あやっとこういう世界に入れたんだって思ってね。それでねデモテープ聞いてみようかって言ってね、 I love you OK その時パッとこうデモテープかけたんですって。そしたらその時まだ歌詞がなかったらしいんですよね。で歌詞がなくてですね、まあメロディーはすごいいいよってその時ディレクターに言われてたらしくてですね、でもやっぱ歌詞がなきゃダメだよねってなんて言われてね、他に曲ないのって言われてね、あ他に曲まだありますって言ってね、ギター弾いてって言われて、こうねギターでこう曲弾きしようっていう曲弾いたらしいんですよね。そしたらこれフォークっぽくていいねなんて言われたんですけども、まあまあまたいい曲書いて持ってきてよみたいな感じで軽くあしらわれてしまったんですね。でそれがすごいですね、こう屈辱的な体験でもありますよね。でその後 CBS ソニーにもね持ってったらしいんですよ曲をね。そしてもまたね不採用だったらしいんですよね。でねまあその帰り道新橋あたりでね、なんかもううわーってこう吠えてたらしいんですよね。何が東芝だとね、俺のねこんなね才能がある、俺のこんな素晴らしい名曲たちをねこんなあしらってね、よくねまあ本当に東芝とか名乗れるよなみたいな、もうふざけんなみたいなね、絶対俺はですね、まあこんなな、こんな屈辱的な思いを経験したら俺もますますビッグになるにしかないということでですね、まあまあバイトに戻ってったっていうことなんですよね。それでですね、まあね、広島でもな、まあ横浜でも結構ね、生活まあ何ヶ月かしてった中で、一回こう、家に帰ったらしいんです。で、広島に一回ね、帰ったらしいんですよ。そのドラムセットをね、その当時ですね、買ってたらしくて、その買ってたね、ドラムセットを、まあその広島に取りに帰ったらしいんですよね。そしたらそのね、実家のばあちゃんのところに戻っても、ドラムセットがないらしくて、ないの？って言ったら、親戚の家にあったらしいんですよね。うん。で、親戚の家にドラムセットね、引き取りに行こうと思って親戚の家にね、ちょっとドラムセット返してよって言ったら、いやお前さわかんないけどさ英吉さ、うん、何のためにそのね、まあそのなんか音楽の業界行くのかよくわかんないけども、うん、そんなにドラムセット返してほしかったら売ってやるよって言われたらしいんですよ。親戚ひどいな、さっきから。さっきから親戚めちゃくちゃひどいなと思って。で、それでもう悔しくて悔しくて、お前ら見とけと。5年後か10年かかるかわかんないけど、お前ら全員土下座させてやるからなってことで、それでですね、ドラムセット引き取れずにね、まあ、本当にちょっと間違えたら皆殺ししてるほど悔しかったということなんですよね。そしてですね、まあ、とにかくま、バンド組まなきゃってことでね、最初のバンド、ザ・ベースというバンドを組んだんですよね。まあ、とにかくこのバンドのね、まあ、そのギターとかね、いたんですけど、まあ、とにかく下手くそだったということを言ってるんですよ。まあ、とにかくなんか、ガチャガチャしてるし、まあ、そのグルーヴ合ってないし、なんかギターも下手だし、みたいなね。で、そのメンバーもね、まあ、みんなね、まあ、音楽やりたいっていう人だったけど、やっぱプロ志向というか、うん、上を目指してるのは矢沢永吉さんだけだったらしいんですよね。まあ、とにかくま、いいや、バンドを組んで、とりあえずビートルズとかストーンズ混ぜたような、そんなレパートリーをこう練習してたらしくて、で、まあ、とにかくこうね、人前で歌
わなきゃなっていうことで、歌声喫茶というのが当時あったらしくてね、うん、まあとにかくですね、人前でやんなきゃってことで、こういう歌声喫茶っていうところでね、やったらしいんですよね。歌声喫茶の3階にディスコがあったらしいんですよね。まあそのロックバンドといえば、まあディスコだからね、まあ歌わせてくんないかなっていうふうに言ったんですって。で、その時のね、矢沢さんがね、また面白いんですけど、俺さ、横浜でバリバリやってるバンドなんだけども、ここのディスコでさ、俺歌わせてくんないかみたいなことをね、言ったらしいんですよ。はったりかまして。で、このはったりの流儀っていうのがね、矢沢さんがね、これからもまたバンバン出てきます。キャロルでデビューするときに、テレビにね、出演するときなんかにも、いや、俺たちはね、こんだけやってる横浜じゃもうバリバリ聞かせてんだよ、決め込んじゃってるんだよ、みたいな、はったりをかます。このはったりをかまして、こう自分を上に見せるっていう、この処世術というか、このね、もうこの才能がもう矢沢さんめちゃくちゃあったんです。このはったりの才能をここで自分を強く見せるっていうかね。まあ、まさにこれは生きていくためのハッタリであって、自分を大きく見せるためのハッタリ。これがね、今後矢沢さんのですね、まあ、キャロルの時からもこのハッタリの流儀っていうか、それが大事になってくるんですよね。で、まあ話戻しますけども、この時にね、まあ歌わせてくれないかとね、ディスコね、歌わせてくれ、俺は横浜でバリバリやってるんだよってハッタリ決め込んでね。でもそのね、オーナーの人が、まあうちね、契約制だけどもね、まあとりあえずわかんないけど、まあとりあえず、じゃあ日曜日の昼間来てと言われてね、うん、やったぜってね、決まったぜってね、ディスコだよっつってね、とにかくみんなでね、やったーっつってね、それでまあ日曜日の昼間行ったんですって。そしてね、まあね、もうこうハッタリでね、横浜じゃバリバリやってるなんて言っちゃったもんだから、こんなに下手くそな練習大丈夫かなってめちゃくちゃこう冷や汗かいてたらしくて、まあとにかくですね、真夏にですね、真っ黒いセーター決め込んでですね、こうね、客も何人かいるんですよ。その中でですね、もうバラッバラの歌をね、やったらしいんですよ。もう全然グルーヴ合ってないしみたいなね、リズム合ってないし、歌も歌詞もすっ飛ぶしやら、もうなんかもうわけわかんなく、どんちゃん騒ぎみたいになっちゃったらしくて、それで気づいたら客の踊りも止まってて、ね、そのオーナーの人がこう電源切ってですね、コンセントも抜いてですね、もうお前らコーヒーでも飲んで帰れって言われたんです。まあそんなね、最初の音楽人前で歌うっていうところだったんですね。ですね、もうめちゃくちゃ猛反省して、これはもう練習しなきゃいけないってことになったらしいんですよね。それでね、まあ練習めちゃくちゃしてですね、今度は横須賀にあるオスカーという店でですね、まあ雨の日にですね、またハッタリでですね、行ってですね、俺さ、横浜でブイブイ言わしてるバンドなんですよ。決めまくってるバンドなんだけどもさ、何でもいいから歌わせてくんないみたいな感じでね。うん、でまあね、オーナーの人も、あ、じゃあ歌ってみろと、ね。で、僕らちょっと今日アンプ忘れてきちゃって、みたいなね。なんかね、まあもう忘れちゃってね、ちょっと今ね、あれなんですけども、みたいな。まあとにかくいい雰囲気だけ掴むから、じゃあ、とりあえずもうアンプなくてもいいから、とりあえずやってみみたいなこと言われて、まあわかりました。すいません、マイクないんで、ちょっと雰囲気で歌いますみたいなんで、ジョンとヨーコのバラード、こちらの楽曲歌ったらしいんですよね。うん、そしたらですね、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃんみたいな感じでね、まあマネージャーに気に入られて1ヶ月契約できたんですって。1ヶ月契約でも、まあそのギャラはないよと、まあお金は払わないよ、だけどまあ1ヶ月やっていいよってことで、やったぜーっていうことでですね、私定期代はもらったらしいんですって。1万円ね、とにかく君たち横浜に来てんだろ、横須賀まで来る、じゃあ定期代これなっつって1万円くれたらしくて、みんなでもう大盛り上がり、やったや契約取れたーっつってね。それでまあこの1万円でね、みんな定期買うんだけども、その余りのね、数百円でですね、コーラ5、6本、ホームサイズ、それからラーメン10個買って、ね、みんなで打ち上げするっていうね、もうめちゃくちゃ青春だなって思いますけども、まあそういうことでですね、やったーっていうことだらしいんですよね。ここでね、ザ・ベースでこんだけのね、青春的な体験をねしたんですけども、あくまで矢沢永吉さんはこのバンドは俺にとってのきっかけだっていう風に言ってるんですよね。別にこのザ・ベースで成り上がるっていうよりかは、まあね、バンドメンバー、まあその時からもう100曲ぐらいオリジナル曲作ってたらしいんですよ。めちゃくちゃ。で、その100曲作ってた、俺はとにかくビッグになる、俺は自分の曲でビッグになるっていう意思があって、で、まあこのザ・ベースはいろいろカバーなんかしてたんですけども、まあ僕、このザ・ベースはあくまで俺のきっかけに過ぎないっていうね、どっかこう冷めた態度というか、俯瞰的な視点で見せたらしいんですよね。だからこそ、まあね、まあ、とにかくバンドでね、こうやって自分たちが人気になるこの階段を上り詰めてるっていう実感はまああってね、うん、でもやっぱり俺は自分がビッグになるために、まあ、自分でも曲を書く、これは決して別にベースの人たちと一緒にやる曲じゃないよみたいな感じなんですよね。要はまあそのこのザ・ベースっていうバンドを糸口にして、まあいろんなこうバンドマンに会ってすごい人たちかき集めて俺をグレードアップさせてくんだっていうね、まあそういったですね、まあとにかく目的意識失ってないんですよね。うん、まあ結構冷たいとかね、うん、なんかそう言われるかもしんないけど、
ども、俺はビッグになるって目的が先にあるから、まあその道のりの過程ね、ザ・ベースがあるんだよっていうことなんですね。そしてですね、まあそのオスカーでやっていくんですけども、横須賀のオスカーでね、1ヶ月契約やったんですけども、やっぱりある時うまいバンドが入っちゃったんですね。なんかうまいバンドが入っちゃって、それでもうお前らおしまいだ帰れって言われちゃった。まあそういう悲しい時期ですよね。それで、まあ俺たちやっぱりこう練習しなきゃいけないよなと。ね、散々な目にあったし、このオスカーでもまあうまいバンド来たからね、これはダメだってことで、矢沢駅さんもとにかく練習するっていうのと、まあレパートリー増やすっていうのと、まあとにかく機材を揃えようぜと。まあギター買ったりね。うん。で、そのエコーチェンバーってこうボーカルのですね、まあらしいんですけども、とにかくそういった機材を揃えて練習したんですって。それでね、まあとにかく練習だってことでね、で、当時やっぱ練習するとこも全然なかったんですよね。最初こう公演なんかで練習してたらしいんですけども、まあ公演でね、断られちゃったりとかしてね、それでね、ある時こう定食屋に入ったらしいんです。食堂みたいなところにね。そしたらですね、まあね、食堂のおばちゃんが絵が好きなおばちゃんで、その絵たちがいっぱい飾ってあるね、空きスペースみたいなのがあったらしくて、おばちゃんにですね、ここでさ、ちょっと練習させてくんない？一人、まあいくら、いくら、いくらみたいな感じでね、そんな音出さないからみたいなこと言ってね、まあ一人600円ぐらいでいいよみたいな感じで、練習場所も一応確保したっていうことなんですよね。で、まあレパートリーもね、10曲ぐらいこうバンドの中でもできてきたし、あ、結構決まってきたな、機材も揃えたし、ね、歌も上手くなってきたっていう感じでね。それでですね、ある時にあの本木のゴールデンカップというですね、まあすごいところがあるんですけども、まあそこでですね、まあやろうということで、まあオーディションのね、やってきたらしいんですよ。そしたらですね、そのスローダウンっていう曲をですね、まあそのオーディションで矢沢さんがね、歌ったら、あ、声めちゃくちゃいいじゃんってことで言われて、1ヶ月16万での契約になったわけなんですよね、ザ・ベースが。うわ、これ来たなと。まあね、機材も揃えて練習してレパートリー増やした回あったじゃんかってことでね、そして歌声もずっと歌練習してたんですって。だからもうとにかく高いキーも出るし、とにかく歌声最高だったらしいんですよね。で、1ヶ月オーナーの人から、君たちいいね、歌声めちゃくちゃいいじゃんということで、1ヶ月じゃあ16万でどうだってことで、うん、まあね、本当はね、その嬉しかったね、初めてこう契約でお金がもらえるっていうことがね、とにかく嬉しかったんですよね。で、まあ矢沢さんはね、その時もね、ちょっとはったりかましてこう済ますんですよね。まあね、前はでも25万ぐらいだったけど、まあ16万いいでしょうみたいな感じでね、こう強気でいく。まああくまで舐められちゃダメだってね。まあ横浜出た時からもう、舐められちゃダメだっていうのがあるから。それで、16万で1ヶ月契約したということなんですよね。その時ですね、まあ新しく藤田という人と出会うんですよね。で、この人めちゃくちゃギター上手いなってなって、ザ・ベースにちょっとね、入れようってなったんでね、とにかくギター上手いじゃんこいつね、こうギュンギュン弾くやんみたいな感じでね、藤田っていう人すごいなってなって、藤田っていうのを呼び出してですね、藤田聞いてくれとね、お前新しくメンバーに入れたいと思ってるね、お前はギターが上手いってな、聞いてほしいんだけども、俺はこの今のザ・ベースっていうバンド、もちろんメンバー最高なんだけども、俺は、きっかけにしか過ぎないんだと。うん、まあとにかく俺はすごいグループを作りたいんだと。まあそういう構想なんだと。だから俺はまずお前、藤田、お前と手を組みたいっていう風に言ったんですよね。だからこう、ザ・ベースっていうバンドの中に矢沢と藤田がいて、その他のメンバーがいるんだけども、この矢沢と藤田は手を組んで、この二人はいつかこいつらを切ってまたね、レベルアップしていくんだっていう、まあそういった構想なんですよね。で、その時にその藤田ってやつに I Love You OK をね、聞かせたんですよね。その自分の曲とかをね。で、まあいろんなね、曲を聞かせたんです。そしたら藤田さんがね、あ、すごいいいメロディーだなと、まるでなんかレノン・マッカートニーみたいだわ、みたいなね、すごい甘美なメロディーだね、みたいになって気に入ってくれたらしいんですよね。藤田ってやつ何でもね、ギターもできるしね、コーラス、ハモリもできるっていうことでね。それで徐々にこのゴールデンカップでめちゃくちゃ人気になってくんですよね。ザ・ベースってバンドいるんだって、みたいな。めちゃくちゃこうコーラスもできるし、ギターの演奏も藤田が加わったことによってめちゃくちゃかっこいいし、ね、矢沢さんの声もね、ボーカルチェンバーなんか使ってるもんですから、そしてまあボーカルも練習してるもんですから、めちゃくちゃこうね、抜ける声でパーンとこう決まってるわけですよね。だからこのゴールデンカップめちゃくちゃ人気になっていくということなんですよね。で、じわじわ客もこう乗り気になってきたということなんですよね。そしたらある時藤田さんにですね、その木原俊夫さんというね、方をね、紹介されるんですね。まあこのノーバディというですね、まあバンドこの後ね、相沢幸雄さんと一緒にやるんですけども、この木原さん、木原俊夫さんを紹介されるということでね、まあこの、
後々矢沢さんと一緒にやったりするんですけどもね、ソロになってからね。なこの木原さんを紹介してもらって、木原さんもめちゃくちゃギターがうまい、藤田ってやつよりうまいな木原みたいなね、とにかく何そのチョーキングとかすごいねみたいになって、木原さんめちゃくちゃうまいねってなって、じゃあ木原くん君もねうちのバンド来なさいっつってね、でその木原くんね呼んでね、でとりあえずでその木原も入ったことだしギターうまいね、じゃあまあまあザベースで他のメンバーいますけども、まあねとにかく、藤田と矢沢組んでます、そして木原もそのね仲間に入ってますね、その他のバンドメンバーがいますってなって、よしこうなったら俺は、解散をの話を持ちかける、で俺たち3人は残ろうぜ、他のメンバーを切るために俺たちは解散をの話を持ちかけるからうまいことやろうぜみたいな感じになって、ザ・ベースは解散してしまうんですよね。まあ当時ね矢沢さんも冷たかったっていう風に言ってるんですけども、やっぱりこう目的意識があるから、やっぱそこはこうシビアに行くってとこですよね。それでまあそのザ・ベース解散して、その藤田さんと木原さんと矢沢が残る、でもドラマーがいなかったから仕方なくまあ今後またこいつは切ることになるだろうけども、一応ドラマね、ドラムのやつだけには俺たち3人のグループに入れておくかみたいな感じで、一応この4人でイーセットというバンドを組むんですね。でこのイーセットね、これがまたすごいんですよね。まあこの特にこのイーセットの名前の由来っていうのが、あの A ランチ B ランチなんでこう食堂であるじゃないですか。まあそれの E セット、まあその E セットっていうね、ことでまあね E セットっていうことでやってたらしいんですよね。で、ある時ですね、横浜のそのパレスっていうところのクラブがあってね、まあその、ディスコみたいなところがあって、そこでですね、そのパレスっていうところで、まあもう常に、まあその一応レギュラーバンドがいたらしいんです、そのパレスでね。で、一応オーディションに行ったらしいんで、でもうちはね、一応レギュラーいるからね、まあオーディションつってもね、みたいな、とにかくとりあえず見るよ、みたいな、君たち歌ってんのとりあえず見るよってことで、本当にね、その藤田さんも入ってるし、木原さんも入ってるし、矢沢の声も最高だしみたいな感じで、もう最高になったらしいんですって。怪獣みんな唖然として、うまっみたいなね、すごいボルテージのあるバンドだなって、いいセットすごいなってことでですね、一曲やったらもうなんかもう周りを圧巻してたらしいんですよね。で次の曲やっていいですかみたいなこと言ったら、やれやれやれみたいな感じになって、そのパレスでめちゃくちゃ受けたんですね。オーナーが、いやもう25万でどうだ、25万でいいよ契約するよみたいなこと言って、マジでみたいなね、その時も済ましてるんですね。あ、25万かみたいな感じでね、25万かみたいなね。で一応レギュラーメンバーがそのパレスというね、のディスコにはいますから、で矢沢さんがね、レギュラーメンバーどうすんのって言ったら、そのオーナーの人が、いやもうクビにするみたいなね。まあそれだけ、まあそのね、あのイーセットのこう実力というか、もうかなり上がってったってわけなんですよね。まあとにかくこうね、お客さんを圧巻するようなそういったパフォーマンスになってという時期なんですよね。クビにさせられたですね、かわいそうですけどもね、もともとのパレスのレギュラーバンドの中に、まあドラムがまあまあできるんじゃねみたいな人がいたんですよね。でまあそのね、イーセット、矢沢さんのイーセットのドラムは、まあ前のザ・ベースのね、まあそんな上手くないけど、とりあえず次のバンドラム見つかるまで、置いとくかぐらいの人だから、こいつと交換しようかみたいなことになったらしいんですよ。それでね、ドラマ相手のね、ちょっとレギュラードラマを引き抜こうかってなったらしくて、まあ当然元レギュラーのバンドメンバーは怒りますよね。このイーセットにね、レギュラーの座も奪われ、クビにされ、そしてドラムも引っこ抜かれるっていう、もう散々やろってことで、そしてちょっとドラムの子呼び出して、うちに入んないかとね、もううちイーセット入んないか、ドラム今足りてないんだよみたいなこと言ってね、まあそれでね、いやでもちょっとね、ってそのドラムの子も、いやちょっとうちのね、もうレギュラーのね、なんかバンマスが怖くてね、みたいな、いや俺が責任持つよって矢沢さんが言ってね、そしたらまあ案の定ですね、元レギュラーのね、バンドのね、まあバンマスに呼び出されるわけですよ。お前舐めてんのかと、この野郎とね、俺らの場所まで奪っといて、そしてドラムを引き抜くだぞこの野郎みたいな、お前ぶっ飛ばされんぞってめえこの野郎みたいなって、矢沢さんもね、まあ確かにそれは俺が申し訳なかった悪かったみたいなこと言ってね、で矢沢さんも、2発までは我慢するね、ぶん殴られるのはね、2発までは我慢するけど、そっから先はどうなるかわかんないみたいな感じで、それでね、一応こう喧嘩腰になったんですけども、いい加減にしろこの野郎みたいになって喧嘩腰になったんですけども、最終的にそのね、元レギュラーバンドのバンマスが、お前には負けたよ、やっぱりお前には負けた、Eセットの演奏、お前らの演奏歌声も全て確かに良かった、あれはすごいわ、だから負けたよみたいな感じで、言ったらしいんですよね。ドラムの人に、ね、元ね、ザベースのドラムの人に、悪いけどね、今日限りでお疲れ様、この世界には向いてないようだなって言って、
解散するという、そういうですね、ドラムを交換するというですね、まあそんなですね、壮絶な、バンド入れ替えが始まっていくわけなんですね。それでですね、ヤマトというですねバンド名に変更して、新しく、活動を始めていくということなんですね。もうメンバーは最強です。藤田さん、木原さん、そして新しいパレスの元レギュラーメンバーだったですねドラマ引き抜いてヤマトになってったわけですよね。ある時にグルッペというですねディスコ、またここでオーディションに行くんですね。もうこの時はめちゃくちゃ矢沢さんももう自信がありまくりですから、もう俺たち最強だよなと、もうバンドの演奏もすごいわ、俺の歌声も最高だわ、もう、オリジナル曲のセンスもあるわ、もう怖いもんなしだよなみたいな、グルッペに行ったって絶対受かんだろこれみたいなね、絶対オーディション合格するよみたいな、まあ案の定グルッペ行き歌えることになったわけですよね。でこのグルッペがまたすごかったらしいんですよね。なんかビートルズのあのいたですね、あのキャバンクラブっていう有名なクラブあるんです。あんな感じにこうみんなこうね、どんちゃん喧嘩したり、ビール瓶で喧嘩したりとか、薬やったりとか、もうどんちゃんさん、まあ、まさにクラブみたいな、チンピラ同士で喧嘩したりみたいなね、ところでですね、でこの時がめちゃくちゃ人気高かったんですよ、ヤマトが。まあとにかくまあ演奏の技術はもちろんのこと、矢沢さんの歌もそうですし、まあとにかくかっこいいってなってですね、まあその時の女の入れ替わりがやばかったっていうね、まあとにかくいろんな女にモテまくって、もう矢沢さんのためにね弁当を作る女がいっぱいいたりとか、洗濯してくれる女がいたりとか、家のことやってくれる女がいたりとかね、もう本当に3日か4日で女が入れ替わるみたいなね、もうブイブイ言わしてたわけですよね。とにかくですね、まあそのなんかもう女と付き合ったりとか、もうとにかくねやるだけやってとかね、すごかったらしいですよね。でもやっぱりね硬派なところが矢沢さんの中にはあったらしくてね、なんかこうやっぱりこう付き合う女と、まあ騒ぐ女とは全然やっぱこうなんか適当な女とは俺はね遊ばないよみたいな、なんかこうやっぱりこうただ騒いでるような女じゃないんだよなみたいなね、やっぱ付き合う女っていうのはまたちょっと俺にとっては別なんだよみたいな、そういった女性論なんかも書いてあるんでね、成り上がり面白いんですけども、でまあすごい女と遊んだりとか弁当を作らせたりとか、もううわーってこう楽しいってなってたらしいんですよ。でここでまた矢沢さんがすごいのが立ち返るんですよ。目的を見失わないってことなんですよね。こんなこと言ってます。まあまぶい女と適当に決めて、ロックンロール決めて、キャーキャークラブで言われて、女に弁当を作らせて、俺は今何やってんだってことなんですよ。何やってんだ俺はと、そういう目的で俺はここで歌ってるんじゃねえだろってことなんですよね。最初の目的はなんだ？どういう目的なんだ最初の目的？俺はビッグになるんだろ？俺は歌手で成り上がるんだよな。世界のスーパースターになるんだよな。やっぱりこう夢と構想だけは絶えず持って、だからこそ今後どうしていくかってことも、こういう浮かれたムードの中でも浮かれないんですよ。こう、やっぱりこう陶酔しちゃってね、こう、もう俺最高みたいな。女ね、海外婚おいでおいでみたいになっちゃうけども、そうなったとしても目的だけは忘れないんですよね。一応ね、二十歳の時にね初体験ということをね一応したらしいんですけどもね、もう目的意識見失ってないんですけども、一応なんかもうとにかくやりまくったっていうね、そういう時にですね、まあとある女性と出会うんですね。とある女性っていうのが、まあ元奥さんですけども、まあ今後ね奥さんになっていく、方なんですけどもね、その時にね、まあその奥さんがですね、まあそのね、グルッペというところにこう見に来てくれたらしくて、みかんを持ってきてくれる女の人がいたらしくてね、でなんかそのマスターがね、その出番前に、あ、みかん持ってきてくれた子いるよ、あ、みかんかみたいな、食べてね、あ、みかんありがとうみたいな感じでね、そのみかん持ってきてくれた人は今いるのって言ったら、上にいるよなんて言うから、あ、じゃあちょっとお礼しに行くわみたいな感じで、もうその時は矢沢さんももうね、まあ、この、まぶい女だったら一発決め込んでやろうかぐらいの感覚だったんですよね。それで上に行ってね、ありがとうつってね、みかん美味しかったよ、みたいな感じでね、I love you OK をね、前の日にね、なんか聞いてたらしいんですよね。その、ヤマトの I love you OK を。昨日歌ってたさ、その I love you OK っていう歌、あれ誰の歌なの？みたいなことを言われたらしくて、誰の歌ってよりでもあれ俺が書いたからな、みたいなこと言ったらね、そのね、まあ、その、奥さんになる人が、へーみたいな感じになったらしいんですよね。それで時にですね、こうコーラを飲んでたらしいんですよね。もうね、なんか奥さんになる人が、彼女がこうコーラを飲んでたらしくて、そこにねこう棒付きの飴もあったらしくてね、なんかこの棒付きの飴、あ、俺にも一本ちょうだいって言ってこう棒付きの飴をもらって、それをですねその彼女のコーラにつけてそれを舐めるっていうね、そしたら彼女も同じ行動をするっていう感じで、ここでなんか気が合うなみたいなね、すごいな、なんか分かってるなこの女みたいなね、眩いしなみたいな感じでね、
よ、最高だよ、こいつ口説こうかみたいなことを思ったらしいんですよね。それで、まあ、今日さ、俺さ、出番21時に終わるからさ、うん、終わったら送るよみたいな感じで言ってね、それでですね、まあそのですね、送ってったらしいんですよね。まあね、そしてね、まあいい感じになってますからね、そのですね、まあ奥さんとなるですね、その彼女に言うとはいい感じになってますよね。なんかね、なんかこう送ってってやるみたいなね、送ってくみたいなね、そういうのが続いてったらしいんですよね。でもやっぱこのグルッペっていうところは治安が悪いというかね、民度が悪いみたいなところあるから、そのですね、奥さんになる彼女がですね、周りの女からめちゃくちゃ攻撃されるっていうね、あんた矢沢の何なのさみたいなね、矢沢の何なのって言われてもねみたいな、いやあんた何なの、矢沢の何なのみたいな感じでですね、普通に女性が女性に蹴り入れるみたいなね、そういうのが普通にあったらしいんですからね。そんな状況の中で、まあでも矢沢さんとその彼女はまあ結構頻繁に、送り迎えなんかをしていったらしいんですよね。とある時に、結婚前提で付き合ってくんねえかなみたいなことを矢沢さんがね言ったらしいんですよね。なんかね、ちょっと付き合う資格私ないかもなみたいな、最初一旦断られるんですけども、そっからまあ徐々にですね、まあその矢沢さんもまあね、こう確信がやっぱりありますから、俺はモテるんだみたいなところがあるから、それでこれからよくですね、川崎のですね、まあその喫茶店なんかで待ち合わせするようになってったんですね。付き合って、それで、彼女にですね、まあその時彼女は実家に暮らしてたらしいので、ね、そのアパートをね、川崎のまあ実家から近くのところなんですけども、そこを借りさせて、そこで同棲するっていう感じなんですよね。なんか俺が養うからみたいな感じでね、矢沢さん言ったらしいんですけども、当然そんなお金がないから、どっちかって言ったら彼女に養ってるもらってるみたいな、まあそういう感じなんですけども、まあそういう強気で言ってですね、それでまあそのね、アパートに住まわせて同棲するっていうね、もうこの頃から同棲始めちゃうんですよね。まあ、そういうなんかもうその恋愛においてもめちゃくちゃスピード感があるなっていう風な印象がありますけども、これでですね、まあ横浜のね、もうクラブなんかじゃ、川崎横浜あの辺じゃもうね、まあそのね、ヤマトはめちゃくちゃ有名になってたわけなんですよね。プロとかの現場をたまに見るんですって。でもなんかプロにも負けねえよなみたいな、もうそんぐらいの自信があったらしいんですよね。でもこうぐいぶいぶい言わしてたんだけども、徐々にこうディスコブームっていうのが下火になっていくわけですよね。まあどちらかというと世の中の音楽はこうフォークブームになってったわけですよね、60年代後半、それから70年代初期なんかはそういった音楽の変遷なんかがね、よく僕の動画でも話してますけども、まあそういったブームの中、クラブがね、なんか下火になってったらしいんですよね。ある時矢沢さんがですね、虫歯になっちゃうんですよ。それで虫歯になって化膿してってですね、腫れちゃうわけですよね。ずっと痛くて、これ歌えたもんじゃないということで、バンド1ヶ月こう休んでたらしいんですよね。その間木原ちょっとやってくれみたいな感じでね。そしたらですね、その1ヶ月後戻ってきたら、もうバンドはダメになってたらしいんですよね。その藤田っていう最初に出会ったこのギターの人も、女に走って辞めちゃったりとかしてですね、なんかもうちょっとね、なんか悪くなってっちゃったらしいんですよね、バンドがね。でまあその木原さんだけがね、残ってですね、なんか本当にこう木原さんが最後辞めるなんて言わないでほしいみたいな感じで、木原さんだけを辞めるな、木原だけを辞めるなって、木原だけを辞めないでほしいみたいな感じでね。それでですね、まあ一応ね、これからバンドも続けてくんですが、まあね、ある時とうとうその木原さんが辞めると言い出すんですよね。ある時こう車でですね、このね、木原さんがね、実はって言い出してね、もう実はってきたらこれも絶対辞めるやつやーってことでね、矢沢さんもね、その話をね、もうさせまいと思ってね、ああ、そうだ、木原、お前、運転できないって言ったな、俺運転やるからよ、運転今度教えてやるよ、みたいな感じで、済ました感じでこう言うんですね。でね、木原さんがね、あ、いや、そうじゃないんだ。実はな、矢沢、聞いてくれ。みたいな、いやいや、そんな俺運転教えてやるよ、というかさ、お前さ、こないださ、みたいなね、もういかにもな感じでね、矢沢さんもとにかく木原さんにいてほしくないから、そういう感じになっちゃうんですよね。そしてね、木原さんが、矢沢もういいよ、そんなの矢沢らしくないね、これまで矢沢さん自信満々で言ってきましたから、ヤマトっていうバンドなんかでもね、まあ、とにかくワンマンで言ってきたんですね。自分がもうそのヤマトの前からずっとそうなんですよ。もう自分がやりたいことを、自分がこのね、ディスコと契約取ってくるとか、俺はこう思うんだみたいな感じで、もうとにかくバンドのリーダー、バンドの中心格として、もう矢沢がとにかくワンマンで、とにかくメンバーをまとめてきた、突っ走ってきた、そんな矢沢が今弱気になってるっていうので、木原さんもね、もうなんか悲しくなったんでしょうね。もういいよみたいな感じになってね、すごい。それでね、
結局木原さんがね辞めてしまって、木原さんが先に帰ってしまったということなんですね。でこの時を振り返って矢沢さんはね、考えてみると俺の周りはみんな温かい環境にいた、みんな帰る場所があったんだな。ね、木原さんはですね、その時ですね明治大学休学してたらしいんですよね。だからこの大学に帰るという道があったんですよね。それこそね、みんなね、そのなんかその帰る場所があるとか、いろんなこれまでもね、そのバンドメンバーだけじゃなくていろんな人と出会ってくるんですけど、みんなやっぱどっか帰ってくんですよね。最初は矢沢さんと一緒にわーなんて盛り上がってるけども、いざやっぱりこうね、ブームが下火になってったり、なんかうまくいかなくなると、やっぱみんな元の場所に帰ってくんだとね。お父さんお母さんもいていいような、帰る場所があって俺にはもう帰る場所がないんだと、ある意味こうね、広島を捨ててきたようなもんだし、そういう決死の覚悟で来たわけだから、俺にはもう帰るところがないんだと。ですごい悲しくなったね。ヤマトっていうバンドが終わってしまった、俺の汗で始まって俺の匂いで消えたんだな、ヤマトっていうですね、悲しい状況になっていくわけですよね。まあ、木原さんは後々ね、矢沢さんソロになってった時にこう取り戻したりしますけども、ただこの時はもう矢沢さんもうね、結構ダークな時期だったらしいんですよね。この時初めてね、弱気になったと。ね。そして奥さんにね、その時もう結婚してますから、奥さんに言ってね、なんか、俺もうね、ダメかもしんない、みたいなこと言ったら、奥さんがね、もう一回やってみなよと。ね。もう一回やってダメだったらいいじゃない。とにかくもう一回やってみなよ、みたいなね、こと言ってくれたらしいんですよね。その時はもうバンドもね、もうやってないですから、もう矢沢さんもこう、バイトをね、するしかなかったらしいんですよ。ね、もう矢沢さんもアイスクリーム屋のバイトにまた戻ってね、その時は最初ブイブイ言わしてたんですけどもね、ディスコとかでね、最高だったんですけど、またバイトに戻るわけですよね。大変だった。生活が苦しかった。で、そのね、奥さんもですね、もともと働いてたんですけども、それも辞めてしまってるから、もうその同棲してるこの私たちのこのお金がないってことになったんですよね。でもその奥さんをですね、実家からですね、 お米をね、たまにもらってくるんですって。でもね、そのね、奥さんも実家とはなかなかいい関係じゃなかったから、実家の手伝いをしたから代わりにお米をもらうという、そういうですねことをやってたんですって。だからまあ実家にこう働きに行ってたみたいな感じで、まあとにかく家計が大変だったんですよね。沢さんもですね、昼飯とかもね、なんか本当はね、そのアイスクリーム屋でバイトしてる時に、まあその昼飯もね、なんか食べたいんだけども、やっぱお金がないから食べれないんだっていうことでね、なんかその会社、そのね、バイト先の人から、あ、矢沢くん、ご飯はつって、あ、僕外食なんでつってね、公園うろうろしてね、食べたいけど食べれなくて、公園うろうろして食べた風な感じを装って帰ってきたりとかね。で、奥さんにも、あなた昼ご飯はみたいなこと言われて、お弁当作るみたいな、いや、いいんだよ、会社でな、給食みたいなのが出るんだよ、みたいなこと言ってね。まあ、そういう嘘ついてね、まあ、優しい嘘ですよね。でも、家賃も3ヶ月ぐらい滞納してるしね。まあ、そうやってギリギリの生活だったんですよね。それでね、お給料1万円もらってきたんですって、ある時にね。で、この1万円札を奥さんに見せてあげたいんだと、この1万円札俺が稼いだんだと、ね、この1万円札を札で奥さんに見せてあげたかった、こんだけ稼いだよってね、渡してあげたかった。だけど、バイトの帰り道、バスがあるんですね。そのバス代にお金を使わなきゃいけなかったんですね。それで1万円札崩さなきゃいけなかった。1万円札で本当は奥さんに1万円を渡したかったけども、お給料渡したかったけども、1万円がね、崩すことになってしまった。それで奥さんの元にね、戻ってね、本当はな、1万円札見せてあげたかったんだけど、俺バスだからさ、バスだから、1万円崩れるしかなかったんだよって言ったらですね、奥さんがもうワンワン泣き出したと。ね、別にふざけんなっていう意味じゃないと思いますよ。なんかこういう今の惨めな生活っていうものとか、いろんなことがトータルでね、なんか無理してんのもお互いがお互いを分かってたんだと思うんですけども、そういう時期があったらしいんですよ。で、そこで改めて矢沢さん、俺はやっぱビッグになるしかねえな、これはもうここまで来たら、この女を幸せにするためにも俺はビッグになるしかないんだということを思うわけですよね。よっしゃ、またバンド組む、よっしゃバンドだってことで、そのね、木原さんにね、辞めた木原さんにね、その時電話ないから、木原さんにね、ちょっと俺バンドメンバー探すからさ、ちょっとさ、木原さん、お前のさ、電話番号貸してくれよっつってね。で、この電話番号にそのバイト募集みたいな張り紙あるじゃないですか。で、その張り紙にこのね、木原さんの電話番号書いて、木原さんに電話が行きますよね。そしたら木原さんが矢沢に教えてくれっていうことを木原さんに頼んだんですよね。そしてある時にそのね、鎌倉でですね、ある人に出会って、
ってですね、でそこの紹介で宇都宮さんね、キャロルのメンバーですよ、宇都宮さんと出会うわけですよ。めちゃくちゃかっこよかったんですよね。めちゃくちゃルックスいいなみたいな。そしてすっごい口説いたんですよ。最初乗り気じゃなかったらしいんですけども、俺はこういうバンドやっててみたいなね。でこのね、ヤマトってバンド結構横浜なんかでは有名でしたから、あ、ヤマトやってたのねみたいなね、ヤマトの矢沢さんねみたいな感じにはなるわけですよね。それでまあ宇都宮さんなんとか口説いたということなんですよね。あっしゃーやって、宇都宮口説いた、よしはじゃあ宇都宮新しいバンドやっていこうってことで、後々にそして大倉洋一さん、まあジョニー大倉さんですよね、この方とです。この方あのジュリアっていうバンドやってたんですよね。でこのジュリアってバンドはその当時ヤマトがね、そのね、あのディスコでやってる時なんかに一応知ってはいたんですよ。あ、ジュリアってバンドをやってたんだ、あ一応ねみたいな、知ってる知ってるみたいな。そこのあジョニー大倉くん、あじゃあ君おいでよみたいな感じになって、そのジュリアも解散する時だったから、あちょうど俺もね今バンドなくてと思ってたらしくて、それでまあね、会って合流した宇都宮さんとジョニー大倉さんとそして矢沢さんでね、まあねその時ね、よしじゃあ3人でやってこうってなったんですけど、なかなかジョニー大倉さんね、なんか全然連絡が来なかったらしいんですよ。最初3人でやろうって決めたのにね、なんかその時やっぱジョニー大倉さんが精神的にちょっと陥っててうつ病傾向になってたみたいなね、そんなこと言ってましたけれども、これどうすんの、これねどうしようどうしようね、せっかくまたバンド組んだのにジョニー大倉さんから連絡来ないじゃんみたいな感じになったらしいんですよね。ちょっと話変わりますけども、この時ですね、母親にですね20年ぶりに再会するといった出来事があったんですよね。なんかね、まあそのなんかきっかけでね、母親3歳の頃出てった母親ですよ、あの人と20年ぶりにですね再会するっていうことをですね、やったらしいんですよ。あるところでこう待ち合わせしてね、そしてお母さんと久しぶりに会って、もうワン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 泣いたらしいんですよね。で本当に申し訳なかったと、吉申し訳なかった、あんたにすごい迷惑かけた、最初ねもうぶん殴ってやろうかと思ったらしいんですよ矢沢さんもね。こんだけ俺をねこんな不幸な目に遭わせて、俺を3歳の時にね捨ててですね、そんで出てって自分勝手なクソみたいな母親って思ってたけども、やっぱりこうね DNA なのか血のつながりなのかわかんないけども、やっぱ20年ぶりにこうね、20年ぶりとは言ってもこう再会したらね、なんか許せてしまったんだって、お互い泣いちゃってね許せてしまったんだって、そういう感動的な出来事もあったらしいんですよ。でこのお母さんがまた優しいんですよね。ずっとその矢沢さんに申し訳ないっていう気持ちがあって、積み立ててたりとかお金をねしてたらしくて、その、まあ、そのお母さんの、まあ、そのお母さんの家庭があるから、お母さんの、まあ、そのね、環境があるから、この環境に、ね、もう3歳の頃息子捨てていったなんてこう言えないから、こうこっそり矢沢さんとお母さんが、こうこっそりなんか密会してたみたいな感じでね、結構そのちょこちょこね、20年ぶりの再会からちょこちょこ会ってたらしいんですけどもね、それでま、ある時川崎に来てですね、まあ、その子供がね、矢沢さんの子供がね奥さんとの間に生まれるっていう、まあ、そんな時期ですよね。そんな時期に川崎のアパートに来てくれてね、あそれでね初めまして奥さんなんつってね、うん初めまして矢沢の母ですなんつってね、それでまあなまあ喋ったりするわなみたいな感じにして、それでですねすごいいいお母さんで、もう本当にねもう申し訳なかったって気持ちがいっぱいあったんでしょうね矢沢さんにね。とにかくまあとりあえずこう家電とかを買ってくれたらしいんですってね。お金もいくらかこうね、なんかこう渡したりとかして家電も買ってくれて、そしてですね結婚指輪を買ってくれたらしいんですよね。このお母さんからね、あの矢沢はね、お前はね、なんか今とても大変だから結婚指輪変えてあげられないだろうとね。でもやっぱり結婚するからには結婚指輪はね、奥さん欲しいんだよみたいなことで結婚指輪を買ってくれたんですよね。そんなもうね、まあ本当にね、3歳の時に矢沢さんを捨てていったお母さんという意味では、すごいなんか悪いイメージがやっぱね、最初読んでた時なんでこの捨ててくんだって思ったんですけども、このですね、お母さんとの話、ここがすごい僕はね、結構感動するんですよね。まあやっぱりこういう風にいろいろやってくれて結婚指輪買ってくれたりとかしてね、ああいいお母さんだなって思って、それでねお母さん私じゃもうそろそろね川崎行きたい、もう帰るわということでね、分かったって言って、じゃあ新幹線のホームまでこう見送るよなんつってね、見送るよなんてこう奥さんと矢沢さんとね、それでバイバイなんつってね、お母さんをずっと手振ってたんですって。でなんかね、それがもう最後のお別れになってしまったということなんですよね。そのね、数ヶ月後にそのお母さんが、亡くなってしまったらしいんですよね。なんかそのキャロルがデビューしてから、こう電話をかけてみたら、もう2ヶ月前に亡くなってたということをですね、聞いたらしいんですよ。だから、キャロルがデビューして、華やかな矢沢を見せてあげられると思ったけども、その時にはもうね、お母さん亡くなってたということでね、その亡くなった時、やっぱりこう知らなかったらしいんですよね。
普通まあ家族ならね、亡くなったらすぐ連絡入るもんですけども、あくまでこう密会してたわけだから、矢沢さんとそのねお母さんはね、まあその知られちゃいけなかったから、親子関係ってことをまあ密会してたわけなんですよ。だからこう矢沢さんにはこの訃報っていうのが行き届かなかったんですよね。それでまあキャロルがデビューして、俺キャロルでデビューしたんだよっていう電話をかけようとした時に、まあね、電話かけたら、すいません、矢沢くんですかとね、吉くんですかと、まあそのね、うん、今回、とっくにも誰々さんは亡くなってますよっていうことで、そのね、お母さんの関係者の人から、ね、そのお母さんの関係者はね、矢沢さんが息子ってこと知らないですから、まあそのね、お世話になった人だろうぐらいのなんか認識でいるんですけども、まあその人から、まあその亡くなったという訃報を聞くわけですよね。まあ、とにかくここまで聞いてもかなり壮絶ですよね。まあ、このお母さんとの話、僕はめちゃくちゃこう心にこう染みたというかね、そんな感じですけども。そしてね、まあそのね、バンドに戻りますけどもね、ジョニー大倉さんから連絡があったんですね。うつ病で全然連絡来なかったけども、そしてよっしゃキャロル始動だってなってね、キャロルでガツンやっていくわけですよ。そしたらある時にですね、テレビの話題が来るんですね。テレビの話題ね、ね、テレビ出れるぞみたいなね、ロキシーファッションっていうね、のあの革ジャンとかのああいうね、流行がまあその時出てたらしくて、リブヤングというですね、このテレビにね、ジョニー大倉さんが応募したらしいんですよね。この番組に出れますみたいなね、そういうファッションの人募集してますみたいな感じで、あ、それいいじゃんみたいな感じでね、ジョニー大倉さんがね、これ応募したからって、じゃあこれポマード買ってきたから、これテカテカつけちゃえよみたいな感じ、よっしゃ俺たちテレビ出れるかもしんねえなつってね。そしたらですね、それが落選しちゃったらしいんですよ、テレビが、テレビが落選していて、なぜかっていうと、その要はそのロキシーファッションのそのファッションを取り上げる番組であって、別にこのバンドっていうのは別にこうお呼びでないみたいなのがあったらしいんですよ。でもここで諦めないのが矢沢さんなんですよね。ちょっともう一回電話かけたんですよね。またここでハッタリかますんですね。あのさ、すいません、テレビのね、あの担当の方ですかみたいなね、この間応募して落ちたものなんですけども、あの横浜とか川崎あたりじゃ革ジャンにリーゼント決め込んで、まあガンガンやってるうちバンドなんだけども、知らないの君たちみたいなね、知らないのみたいなね、俺たちがこういったまあね、そのロキシーファッションの最先端行ってんだけど知らないんだみたいなね、ハッタリなんですよね。俺たち結構前から革ジャンで来てますけど、来て決め込んで やっちゃってますけどみたいなね、やっくんで、それでまあ分かった、じゃあ意外デモテープね、デモテープは聞くよみたいになったらしくて、デモテープ送ったらしいんですよね。でもそれでもね、やっぱダメだったんですよね。そこでまた矢沢さん諦めないです。何回も何回もテレビ側と交渉して出れることになったんですね。それである時にですね、まあ夕方のね番組だったらしいんですけども、9時に来いって言われたらしくてね、はぁ、ふざけんなと思ったらしいんですけども、そしてまあテレビ局入っていくわけですよね。周りとか有名人とかいるわけですよ、芸能人とかテレビ局ね、もうそれだけでもワクワクしてるんですよ。でも矢沢さんたち、まあキャロルのメンバー含め、これは舐められちゃいけねえからなつって、こうテレビ局ガン飛ばして入るっていうね、ガン飛ばして、俺たちは舐められちゃいけねえよ。でも心の中でうわすげえって感じなんですよね。When I was little boy という楽曲をね、テレビで披露するんですよ。ね、その時はもうかなりの自信があったらしいんですよね。で、まあテレビで披露しました。ね、このリブヤングがもうね、矢沢さんの人生を変えたわけですよ。ね、それでね、放送が終わった後にね、まあそのテレビ局の中で、そのね、担当の人がバーッと来てね、ちょっと矢沢くん、みたいなね、今のね、テレビ見てた、ある人から電話が来てるよ、つってね、ある人みたいな言ったら、ミッキー・カーチスさんだよ、みたいなね、ミッキー・カーチスから電話があったということでね、めちゃくちゃ嬉しいですよ。だってミッキー・カーチスさん知ってましたからね、すごい人ですよ。まあプロデューサー側にもまあその当時回ってましたけども、あのミッキー・カーチスから電話来たのみたいな感じで、もう手が震えてどうしようみたいな感じで、でももう舐められちゃいけねえみたいな感じでね、舐められたらいけないんだっていうことで、どうも矢沢ですみたいなこと言ったら、あ、ミッキー・カーチスだけど、今テレビ見たよ。すごいね。よかった。素晴らしかったよ。と。明日ちょっとね、時間あるかな。ちょっとね、うちレコード会社何件か持ってるから、みたいなこと言ったらしいんですよね。それで今度、じゃあ、ちょっと明日さ、六本木交差点のピクニックって店でさ、ちょっと会わないってなったらしくて、矢沢さんも舞い上がっちゃってるわけですよね。あ、でもまあ、そのね、舐められちゃいけないんです。とにかくその横浜出てきた時、横浜にね、広島から出てきた時も、舐められちゃいけないっていう、この一心だけあったんですね。5万を持って出てきたわけですよ。で、この5万をね、取られ
われちゃいけないとかね、やっぱり舐められちゃいけないってね、どんだけ都会でもおじけづいちゃいけない、舐められちゃいけない、いくらミッキーカーチスでも舐められちゃいけないんだってことで、あ、いいですよみたいな感じでね、でね、ね、もうそもそも六本木交差点ってどこみたいな感じなんです。まあそういう状況の中で、まあなんとか六本木交差点行ったんですって。そしてね、まあミッキーカーチスさんと出会いですね、あ、はじめましてみたいなね、うん、あ、よかったよテレビみたいなね、何飲む矢沢くんなんて言われてね、ミッキーカーチスさんからね、コーヒーでいいっすわみたいなね、あんまりこのカフェなんとかとかね、あのなんとかティーみたいな全然ちょっと知らないから、もうコーヒーだったらなんかみんな知ってるだろみたいな、コーヒー頼んでね、アシスタントディレクターがね、いたらしくてね、これこいつはアシスタントディレクターの何々ですみたいな言われてね、で、あの僕は今フリープロデューサーやってるんだけどみたいなね、もうとにかく横文字が並ぶわけですよ。もうディレクター、アシスタントディレクター、フリープロデューサーって何ですかみたいなね、もうそれでワクワクしてようやく俺もここまで来たんだっていうね。その後ですね、ミッキーカーチスさんが、あ、じゃあちょっとスタジオ案内するからおいでみたいな感じになって、スタジオにね案内されるんですよ。そしたらそのスタジオがね、もう夢にまで見て16チャンネルの卓があるんですね。こうなんかレコーディングスタジオのこうミキサーみたいなのがね、16チャンネルの卓がある。はぁ、俺ここまで来たんだな、やっと広島から出てきてビートルズに憧れてね、長い旅だったけどようやくここまで来たんだ、いろんなきついアルバイトしてきたけどようやく俺はミュージシャンとしてこういうレコーディングスタジオに立ち会えたんだっていう感情にかみしめて、めちゃくちゃね嬉しかった。理想はやっぱ実現するんだなっていうことになったらしいんですよね。それでまあね、デモテープ作ろうぜってなってね、デモテープのね何日か後にね作るんですよね。その時こうガロのね、その時フォークのね学生街の喫茶店とかのねガロのボーカルなんかもいたりとかしてね、すごい気に入ってくれた、声がいいねってね、気に入ってめちゃくちゃ気に入られるっていうね。リブヤング見てたあの篠山紀信さん、写真家のね、あの方がなんかも気に入られるということなんですね。それでまあね、キャロルのまあ活躍が進んでったということなんですよね。それでね、キャロルすごいね、まあこれは皆さんご存知、皆さんの方がお詳しいと思いますけども、それでね解散という話になっていて、ここのねキャロル解散っていうところがすごいね、キーになってくる、ところなんですけども、矢沢さんもねキャロルやっていくうちにね、俺はビッグになるっていうところがやっぱ目標ですから、そのキャロルでね売れて、みんなねあのジョニー大倉さんとかみんなこうね女にモテてワーワーやってたんですって。やっぱ売れてるからね、こうやっぱりこう売れたこうね、なんか恍惚感というかエクスタシーを楽しんでた。でも矢沢は冷静だったんですよね。いつ終わるかもわかんないし、俺はもっと上を目指していきたいんだ、だからこそ俺はもうここで浮かれちゃいられないんだっていうことで、でその矢沢さんの真面目さと、その要はそのバンドメンバーのこの浮かれ気分っていうのがものすごくこうミスマッチになってったらしいんですよね。ここですごいこうね激論が交わされるわけですよね。このね解散のところですごい、このね成り上がりの本ではものすごいね名言とか、その矢沢さんのね思いが語られるんですよ。いかにこの芸能界っていうのが搾取されてたかとかね、この実際キャロルなんかも最初印税率とかもねもう破格で、ミッキーカーチスさんにはね悪いけども、とにかく最低な条件で俺たちは人形として操られてたみたいなことを言ってるんですよね。で矢沢さんもね最初のね結構ねそのまあ音楽ねやってこうキャロルでデビューする前からずっとそのねビートルズのその要は音楽の権利とかね印税とかそういうところ、まあその自分が搾取されないために、自分が音楽一人のアーティストとしてこれから頑張って人に音楽を伝えていくために、まあ要は芸能界って何でもかんでも搾取じゃないですか結局ね。まあ特に今はどうかわかんないけど、特に昭和なんてそうなんですよ。アーティストに支払われるお金なんて全然ないんですよね。結局事務所が懐持ってっちゃうとかね、そういうなんかこう汚い世界なんですよ。でその汚い世界のことをね、この本ではすごいこうねもうガツガツ言ってるんですよ。こんなクソみたいなね芸能界、日本だから日本の芸能界は良くないんだみたいなね、もう本当に腐ってるよみたいな。要は契約書にねなんかハンコだけ押させてね、いいようにするよみたいな感じで契約書にハンコだけ押させて、その勝手にあっちが契約結んでね、ミュージシャンはバカだからわかんねえだろみたいな感じで、その要はマネジメントとかその管理する会社の連中らが金持ってく、そんなクソみたいな世界なんだと、みかん箱の商業なんだと、もうクソみたいな印税率でミッキーカーチスだけが持ってったりとかね、なんかそういうもうなんかもうふざけんなみたいなところがあって、なんか俺たちは金の鶏の卵のようにね、それでもう俺たちはそういう風に生まされ続けてアーティストはバカだから搾取され続けて、それでレコード会社は儲かって、そして俺たちはいずれ捨てられるんだみたいな、そういうもうねもうこの言葉たちがすごいんですよね。でやっぱりこういうバカになっちゃいけないよなみたいなことで、でまあそのキャロルが解散した理由もやっぱりそこをちゃんと考えてる矢沢さんと、その辺は考えてないまあミュージシャンとしてのまあその、ね、ジョニー大倉さんなんかもとのまあそういった
確執というかね、そんなのがあったらしいんですよね。その当相沢さんってまあね、それこそあのヤマトとかのね、その時に相沢幸雄さんのね、なんか元に行って、それで俺まあやっぱりもうキャロル解散して一人でやるよみたいな感じになってね、それでまあキャロルの解散コンサートをやるわけですよね。あの伝説のコンサートですよ、燃えたっていうコンサートですよね。そのキャロルの解散コンサートやってるツアー中でも、自分がこれからソロとして、うまくいくようになんかこうなんか曲作ったりとかデモテープ作ったりとか構想を相沢さんとね練ってて、その相沢幸雄さんはもうなんか相沢さんのマネージャーみたいになってたらしいんですけどもね。それでまあね、デモテープ作って、それでですね、そのフィリップスというですね、まあそのレコード会社にいたんですけども、そのねレコード会社にね、もうね、そう要は搾取されるわけだからね、 CBS ソニーに行こうってことでね。でもフィリップス当然怒るわけですよね。なんで矢沢お前ふざけんじゃねえと、俺たちがどんだけ面倒見たか分かってんのか、お前辞めるならお前一千何百万の違約金払えみたいな言われてね。それで CBS ソニーさんもね、あ、じゃあ矢沢くんね、うちでぜひやりたいからってことで、でフィリップス辞めたいんだけどねということを話したら、まあ CBS ソニーさんが、じゃあ借金ね、お金貸してあげるからってことで、そのね一千何百万のねお金をフィリップスに叩きつけてね、そのフィリップスの社長からね、お前かっこいいなって言われてね、うん、これでお前と俺とお前らの縁は切れたなって言って、それで CBS ソニーに移籍し、そっからアメリカに行く計画を立てるんですよ。わずかキャロルの解散コンサートから20日後にアメリカに渡るという、こんな究極な、とにかく行動をやめない矢沢永吉。このねキャロル解散あたりからこの矢沢がソロになっていくよっていう、このね時期のここのね、ここなんですよ。今まで僕ね散々こう矢沢さんのねこうサクセスストーリーね述べてきましたけども、この解散のところ、ここがすごく面白いんですよ。とにかく矢沢さんの言葉でめちゃくちゃ熱く描かれている、そしてもう現代社会に通ずるような社会情勢であったりとか、人間のそういった弱さみたいなのをぶった切ってるわけですよね。それでまあそのねミュージシャンだろうが、何かを成功するためには、何か仕事でやっていくためには、自分の才能に気づくためにはどうしたらいいのか、生きていくためには、幸せになるためにはどうしたらいいのかってことを熱々と語られているのがこの最後のね、何ページかなんですよ。ここを皆さんに読んでほしいんです。だから僕はここはあえて言わないんですよね。だからね今回ね、キャロル、まあキャロルがデビューするぐらいまでね、結構まあ詳細語らせていただきましたけども、まあとにかくこれだけ皆さん聞いてね、どうですか？やっぱり壮絶な人生だなって思いますよね。ただやっぱり矢沢さん何がすごいかっていうと、目的意識を失ってないっていうところと、常に前だけを見る姿勢がやっぱあるわけですよね。そりゃ成功するわなと。まあだってこの今も紹介してきたこの話の中でどれだけ挫折ポイントがあったか、どれだけ屈辱的な思いをしてきたか、どれだけ失敗してきたか、その中でも目的意識を失わずに、とにかくやったれ精神でとにかくやってしまう。まあとにかく後先考えず、こうこうこうなるからこういうのやめとこうとかじゃなくて、とにかくやろうぜってこと。もう仲間かき集めたり、バイトやりながらとか、もうその彼女の関係もそうですよね。奥さんとの関係なんかもね、とにかくスピード感で、俺が今気に入ってるものだからこれやるんだってことでね、俺はビッグになる、この目的のためだったら何でもやるんだよと。それはなぜかって言ったら横浜、それからそのもっと前の広島、今は故郷じゃないけども、この広島での極貧での苦労があって、屈辱があった。俺はだから金持ちになりたい、ビッグになりたいんだ、だから俺はもう厭わずに何もかも受け止めて、そして俺の目的のために何もかもやってやるんだ、そのもう熱い気持ちだけで矢沢さんはビッグになってった。それで、この後ね、矢沢さんソロになって、今もね、もうその日本のまあ、ロック界のレジェンド、まあ今もバンバン70過ぎてもやってますよね。いつかその日が来る日まで出しましたよね。もう僕、矢沢さんの曲もいっぱい紹介したい。うん。だけどまあ、とにかくこの成り上がり、これはまあ、とにかく熱い話になってるんで、これは読んで損はないと思いますんで、ぜひ皆さん、語ったな、今日は。ぜひ皆さん、この成り上がりをね、読んでみてください。本当に皆さんの人生を大きく変えることを保証しますんで、ぜひ読んでほしい。またね、矢沢さんの曲なんかも紹介していければなと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。